あなたは吊り橋を渡っている。橋は狭く一人しか通れない。対岸から男が歩いてくる。男は銃を持っている。撃つ。男があなたの夫だったら？撃つ。それは身を守るため？違う。悲しみを分かつため。どちらかが死に、どちらかが生きる。思想に失墜したザボスと共に英雄の時代は終わった。金で買える抑止力、国境なき軍隊、これからは感情なきシステムが英雄になる。ご存知の通り、中南米はアメリカ合衆国の裏庭。キューバ危機以降もアメリカ合衆国との繊細なバランスをなんとか保っています。この中央アメリカを取った者こそが冷戦に勝つ。ええ、コスタリカ政府のお偉い先生がこのコロンビアに何の用だ？実は1年ほど前からコスタリカで武装集団を見かけるようになりました。もちろん正規軍ではありません。コスタリカは軍隊を打たない。ねえ、憲法12条、常設の組織としての軍隊はこれを禁止する。私たちは銃を握ることはできません。お願いです。軍隊を持たないコスタリカから彼らを追い出してほしいのです。この辺は兵士だらけ、どう見ても雇われへんね。世界中の最新装備をジャラジャラさせてる。奴らの目的は？私たちじゃない。君たちをニカラグアに追い返すのが目的では？そうは思えない。見た？バカでかいヘリや戦車が。きっと何かあるわ。あなた方に抑止力となっていただきたい。いいか、奴らが絡んでるなら力では無理だ。政治で解決するしかない。あなた方は国家や思想によらず、どんな相手とも戦うと伺っています。国家に帰属しない軍隊だと。奴らの背後にいるのは CIA だ。俺たちはアメリカを敵に回すことになる。後戻りはできなくなる。罪に覆っているの？相当大切なものが入ってるようね。全てを破滅に追いやるものだ。じゃあそこには核だ。コスタリカに核が運び込まれている。なんてこった。俺たちはこれまで通りノーマッドでいい。紛争地帯を渡り歩いてはその都度戦場に利用されるのが望みか。どこかに居を構えたりするとまさにその戦争屋になりかねない。俺たちは傭兵じゃない、外人部隊でもない。スネーク、 MSF は新しいビジネスなんだ。学校で習ったの。平和は人間の関係にとって不自然な状態だから、平和という状態は自分で作らなければいけない。嘆いていても平和はやってこないし続かない。平和には犠牲が必要だ。申し訳ないが、俺は平和が何かは分からない。だから平和を感じたこともない。苦痛に負けて仲間を売るようなことになったらお願いよ。それは約束できない。どうして？俺たちは祖国を捨てた。それでも生きてる。それでも戦い続ける。生きる理由は他にいくらでもある。私の名前はラ・パス。私は平和を守り抜く。私はそのために生かされている。私たちの目標は完全なる抑止力の実現にある。
だから僕は開発に協力したんだ。だが完全なる抑止力を誕生させるためには私たちの力を世界に向けて証明する必要があるのだ。決して核が使われないのが抑止力じゃないのか。そうだ、そのために私たちが人類最後の核を撃つのだ。みんなで僕を子供扱いする、それが耐えられなかった。大人になるということは自分で生き方を決めることだ。お前はボスの、この世に置き去りにされた人間だ。愛した彼女に答えを聞くまで死ぬこともできない。それで君は逃げる時に見たんだな。近寄ったら声が聞こえた。何と言っていた？ジャック。そう、確かにジャックって呼び続けていた。ジャック。スネーク、あんたは国も身分も過去も理想も何もかも捨てた。しかしまだ捨ててないものがある。なんだって？ザ・ボスだ。あんたは彼女を捨てきれていない。だからこそ彼女の真実を知るのを恐れている。俺を殺してくれ。彼女を殺した。もうやめて、やめて。俺は愛する人をこの手で。それが成功したら平和な国にしたいと思う。僕は核に向き合うしかなかったんだ。彼女は真実を伝えてくれるはず。ピースウォーカーの誕生で世界は静かになるだろう。スネーク、必ず平和を取り戻して。今日から俺はビッグボスだ。平和は歩いては来ない。お互い歩み寄るしかないのだ。革命だろうが何だろうが、銃を手にひとたび暴力に訴えればいずれは皆地獄に落ちる。ニカを捨てるくらいなら地獄に落ちた方がいい。ようこそアウターヘブンへ。冷静にならんか。世界が、地球が滅ぶかもしれんのだぞ。